お野菜さん。あ、なんですか。あれ、あ、なんかどうしたんですか、今日。どうしたんですか。いやいや、たまたまなりますに、ね、ちょっと用が。あ、そうなんですか。いや、ちょっとあのね、はい、楽曲制作で、友人宅に行こうとしてたんで。なりますですか。はい。へぇー。今日はできます。え、行っていいんすか。まあ一応、5,000円。はは金取るんかい。え、行きます、行きます、行きます。はい、行きます。なんか、偶然ですね。そうですね。あ、これ、あの、有名な。え、スキップ村っていう。あー、これなりますの。まあ、初めて僕見たんですけど。よく有名って知ってましたね。まあ、行きますか。はい、行きますよ。行きますよ。いや、ほんまね。これから、日本は変わっていくと思うんで。自分はやっぱそこにね、どうこうハマるようなアーティストになりたいなと思って、まあこうブラブラしてるわけですけども、ね、わこんな可愛らしい感じになってね、本当にやっぱ日本に好かれるようなアーティストになりたいなと思って。お疲れ様でした。お疲れ様です。ね、今日はあのレコーディング、レコーディング？まあまあ楽曲制作ですよね。楽曲制作、はい、楽曲制作。はい。ね。まあこれからのね、自分が大きくなるのに行くにつれてやっぱ大事なことをね、はい、今日やったなと思って。あ、見つめ直す。見つめ直す感じですね。はい、やっぱ沖縄料理屋で、ね、まあこうね、心機一転ね、あ、頑張りたいなと思って。ね。今日はなんかスペシャルゲストもなんか来てくださってるらしいですね。カズマ石井さんをね、うん、お迎えしたいと。いやーね、頑張りたいな思って頑張っていかないかんな思いました。俺がよく言ってるやつですよね。突然の振りでですね、こう言葉を詰まりつつのコメントで変わった味、大変恐縮でございますけども、一つよろしくお願い申し上げます。こんな応援メッセージもね、はい、いただけてるって、まあ、あの真剣にやっぱね、今後に向けてね、自分は頑張ってると思うんで、はい、まあ、そういう形がね、こういう状態だと思うんで、こういう状態ですか。こういう状態ですか。こういう状態だと思う。あ、まあ、これが誠意の表れっていうかね、あ、まあね、あの低評価を押すのはやめてくださいっていう。お野菜無料でした。